とんどの店ではデビットカード通るんだからお金持ち歩かなくてええよ。え、なんかさ、高いさ、ブランドショップもデビットカードって使えるもんな。ピアスの時に思ったけどさ、僕そういうとこでさ、あれ、ディオールみたいなやつとかさ、使えないんじゃねえのって思った。大体いける?使えるよ。わからん。ね、わかんないよね。使えると思うけどな。全くわかんねえ。友人はさ、たまになんかそのなんかいいところでさ、服とか買ってたりするっぽいんだけどさ、一緒に行く時もあるんだけどね、見に行ってさ、僕はもう付き添いみたいな感じで見に行って、ゼラピケでさ、友人がなんかグッうちのなんかが欲しいって言って、じゃあ僕一緒に行くよって言って、僕はなんかそれまださ、なんかあれだったんだけど、結構前なんだけど、まだ寒くて秋冬ぐらいだったんだけど、その時にコートの下にジェラピケ着てたら、おめえグッチにジェラピケ着てキュートだよって言われたね。いいじゃん別に。友人ね、無駄遣いはしてないけど、なんかグッチをね、昔からね好きらしいよ。そんなしょっちゅう買うわけじゃないけど、なんかね、どうしても欲しい、なんかネットで見てどうしても欲しい、なんかカバンの中服だったかなんか忘れたけど、なんか買ってた。興味なくて。逆にセレブ感あるでしょ?すみません。セレブって。そんなんでさ、グッチ来んなって言われてさ、いや別にグッチは受け入れてくれるわって思ったんだけどさ、なんか恥ずかしいことに、なんか店員のお姉さんがさ、友人にさ、あ、お似合いですみたいなの言ってる時にさ、その時に友人が僕を見てさ、おめえ、パジャマでグッチ来たんじゃねえよって言ってさ、僕のさ、コートチャックをさ、ビーって下げてさ、僕のさ、ジェラピケをさ、ドドーンってさ、やってさ、マジで恥ずかしかった。なんでそんなことすんのって思ったよね。その時にさ、なんかスヌーピーの服だったと思うんだけど、なんかね、その時お姉さんがなんかめちゃめちゃ機転を利かせて、グッチャーなんかなんだっけ、何周年かなんかでスヌーピーともコラボがしたことがあるんですみたいな感じで、なんかめっちゃうまくまとめてもらいました。アジダスでグッチ行ったの？え、僕あれだよ、フロックスで行ったけど。いいじゃん、だって付き添いだもん。僕が買うわけじゃないんだから、いいじゃん。僕が買うわけじゃないんだよ。お姉さんプロやん。いや、そうなの。そうなんですか、すごい、スヌーピーとって言って、でもビーってしまった。フロックスやめなー。うわー、え、最悪。なんでだよ、だって友人がさ、行きたいけどさ、おめえ行こうとか言うから、こいつさ、僕についてきてほしいんだな。一人でブランドの場所に行くのがさ、怖いんだろうと思ってさ、ついてってあげたんだよ。いいのね、別によ。よく店に入れるな。え、入れるよ。いや、そりゃね、僕が自分で、そう、グッチで買い物します。だったら、恥ずかしいよ、ちょっと。え、こいつクロックスで来て、おめえグッチ買うんかよとか思われちゃうじゃん。でも僕か、付き添いですから、いいんじゃないんじゃないって言ってるだけの、そんなの。いいんだもん、別に。ドレスコードなくてよかったな。うるせえよ、みんなもさ、行きよう、クロックスでグッチ、お揃いだぞ。付き添いでも、恥ずかしい。え、だってさ、付き添いですっていう空気出してたら、お姉さん別に僕に話しかけてこないもん。付き添いですって顔してたのにさ、あいつがさ、コートをビってやってさ、僕のさ、ジェラピケスヌーピーをババーンってするからさ、お姉さんだって気を使ってくれちゃう。もうちょっとあんまり恥ずかしくて記憶が曖昧なんだけど、なんかグッチ、スヌーピーともコラボがしたことがあって、じゃあ、すごいですね。世界のスヌーピーと世界のグッチみたいなのが適当。適当。僕はね、もうちょっとハイブランドのところに行くのはね、怖いなって思ったよ。その時。